始まりました。頑張れ中哲司、井上真央でございます。そして浅田でございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。リモートでお送りします。こんばんは浅田さん、ね、スーパーオールマイティースタッフ浅田です。 SOS 浅田。そう、それ忘れないでくださいね。忙しいですか？言うの忘れてた。はい、何でしょう。僕は忙しいです。はいリズム悪いな。なんか鉄心、なんか鉄心も忙しいです。あ、ですか。ね、はい、今日は2月16日火曜日ということですけれども、シーズンインがね、近づいてきておりますけど。まあさ、バレンタインはどうでしたか？昨日。おお、トラックいっぱいで溶かしている、ね。ああ、トラックいっぱいですか。ね、僕巨大ロボットでも作ろうかな。嘘ついてました今。すいません。もう切ない切ない。ね、浅田さんもね、それで家建てようぐらいの感じかと思いますけど、ね。そうですね。はい、はい、と思いますね。今日もなんか天使情報たっぷりでお送りしていきます。はい、頑張れなんか天使。この番組は東京都社会人リーグを飛び出しまして、今シーズンから関東リーグ2部に参戦。目指す J リーグ参入まであと昇格3回。葛飾区のサッカーチーム我らが南葛 SC を熱く熱く応援していく番組でございます。そして今日はね、素敵な浅田さんゲストをお招きしております。誰でしょうね。今年初ゲストですね、はい、楽しみですね。この番組の提供は、私たちは皆様のブレーンでありたい店舗の企画、施工の専門家、株式会社東のブレーンズ、そしてポスター印刷のぼり垂れ幕、大判プリントのことなら何でもお任せ、合同会社インクマニア、北海道と南葛をつなぐ架け橋に、リフォームグッズ販売のことなら合同会社リンクの提供でお送りいたします。それでは浅田さん、はい、今日も元気にいっちゃいましょう。今週も頑張れ南葛 SC、 せーの、キックオフ。さあ、改めまして吉本興業の井上真央でございます。そして南葛 SC SOS 浅田です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こんなバッチリちゃんと言えました。はい、ありがとうございます。ちょっとあの収録は前の日にこれやってますけどもね、ちょっと雨模様って、はい、花粉が落ち着いてきて嬉しいな、ね、さっき大雨でしたよ。あ、天使は5月僕一歩も出れなくて、結局お昼食べれませんでした。あらあら、はい、じゃあお腹減ってる状態今もう夕方。めちゃくちゃお腹減ってます。もう、あ、そうですか、はい、何食べたいですか今食べれるとしたら。今ですか、うん、そうですね、はい、立石の内田のもつ焼きですから、ね、あ、さすが生まれる育ちも、はい、葛飾柴本。ありがとうございます。さあ、ということで浅田さんね、開幕が迫っておりますね、開幕は、はい、4月の第1週情報は2月末リリース、まもなくということでね。まもなくでございます。関東リーグ2部初参戦、日々が始まるわけです。チーム全体楽しみですね。楽しみですね。チーム全体どんな感じですか。今年は何ゴールを上げるんでしょうかね。楽しみ。我々もリモートに慣れてね、間合いとかすごい揃ってきたので、今日よくバッティングしますね。今日ね。今日ね、ちょっとね、噛み合わせ悪いですね。なんだろう。今日事務所にいらっしゃるんじゃないんですか。事務所です。あ、事務所。なんか Wi-Fi 環境が違うのかなと思って、ちょっと間が違うんだよね。ちょっとね。誰もいない事務所に。お腹空いてるからですか。あ、ちょっとそう入れ込んでるかもしれません。じゃあ、あとゲストが来るから、ゲスト来た時僕静かじゃないですか、喋る、あの尺が短くなるから、今のうちに喋んないと僕の存在価値がなくなっちゃうんですよ。わかります。それでちょっと前ということで、ちょっとあのプレッシャーかけすぎてます今。で、僕はプレッシャー落とします。思うんですけど、ゲスト来た時も浅田さん、もうちょっとこうね、挟んでほしいんですよね。いや、なんかそのゲスト立てたいじゃないですか。いや、立てるためにもですよ。もう呼びましょう。ちょっと尺長くなった。ワントップが走ってんのに、ツーシャドウの一人がサボってどうするんですか。そういうことでしょ。いや、だって今走れないもん。わかりました。それでは今日は来ていただいてお待たせしすぎ、お待たせしすぎ。先日南葛 SC に嬉しいニュースが届きました。あの方がね、新加入してくださるというね、また南葛 SC どの方でしょう。大物選手がやってまいりました。紹介しましょう。この方で一声いただきましょう。どうぞ。はじめまして、岡田翔平です。よろしくお願いします。岡田翔平選手に来ていただきました。岡田さん、すいません、なんか茶番劇みたいなトークでお待たせしました。長かったっすね。長かった。すいませんでした。浅田さんとはもう通貨の中というか、もう馴染んでらっしゃるということで聞いておりますよ、岡田さん、はい、ね、一番仲いい選手です。選手じゃない、選手じゃない、選手じゃないさんでございますけど、岡田さんも存分にそのね、胸筋さを表現だと聞いておりますのでね。胸筋じゃない、常識あります、はい、ちょっとまあズームでね、いろいろやりにくいことあるかもわからないですけど、一つよろしくお願いいたします。岡田翔平選手、経歴軽くご紹介いたしますということで、生年月日は89年4月29日の31歳でございますが、出身は神奈川県川崎市、そしてですね、 FC 東京の育成年代下部組織出身で、鹿屋体育大学を卒業されまして、2011年から J リーグサガン鳥栖で6シーズン、間に湘南ベルマーレの、レンタルを1年挟みまして、2017年からザスパクサツ群馬、
これが、昨シーズン2020までの4シーズンということですね。そして今シーズン南葛FCに加入していただいたということで、翔平さん間違いないですか？ちょっと惜しかった、ね、ちょっと惜しかった。どこ間違ってました？どこ間違ってました、湘南ベルマーレ1年半レンタルに行ってました。あ失礼いたしました。困りますね、マーさん。これはもうまずこれはまずカットでいきましょう。ここはちょっとまんまいかしてくださいよ。ということでね、浅田さん、華麗な J リーグ元 J リーガーということで、浅田さん、いやまた加入していただきましたよ、ね、これは、J リーグ時代を振り返りつつ今日もお話聞きたいんですけれども、はい、この関東リーグ2部の南葛FCに来ていただいたというその経緯について教えていただけますか？お気持ちも。そうですね、はい、え、お気持ち、あ、今のお気持ち。岡田さん、今の、はい、岡田さん実はね、今ね犬を抱いてるんですよ、岡田さんが。手元でね、今犬が暴れててね、すいません。いいですよ、そういうの大歓迎です、はい、かわいい。なんて犬ですか、そのモコモコした高級なやつは。これあのトイプードルのプーちゃん、トイプードルのプーちゃんを撫でながら今ね一生懸命ズームに答えてくれてる、はい、これ、はい、僕の犬じゃない。今ちょ職場の、はい、職場の社長の家を今抱きかかえてます。なんか群馬を出られて、そして今、はい、もう就職もされつつってことですよね。あ、そうです、はい、働きながら、はい、働きながらこの南葛FC社会人リーグに入っていただいて、またここで無双していただこうということなんですけれども、お仕事しながらのプレー、夜練習っていうことは初の経験になるわけですよね。あ、そうですね、初めてで、いろんなことが今大変っていうか、まあ、はい、そうですね、慣れるのかなと言いながらね、プーちゃんの横脇腹をねご機嫌取るように撫でながら慣れてます。全然落ち着かないから。もう岡田さん今だから黒のね、なんかちょっとニットみたいの着てますよね。で後ろの背景もなんかあの公園でかっこいいんで、なんか北欧の IT 社長が喋ってるみたいな感じなんですよ。確かにね、いや裏は代々木公園。あ、代々木公園、あ、うん、ところにオフィスがあるところでねお仕事されてるということですが、やはり岡田選手ポジションはフォワードということですから、はい、僕は群馬時代もよく見させていただきました。最近もちょっとこれは得点がファンの皆さんも期待されるんですけど、その辺は練習参加していかがでしょうか？まずちょっと体絞って、はい、気を出すことから。体絞ってどういうことですか？今ね、はい、あんまり体がちょっと大きくなっちゃったんで、オフですからね、それはオフを挟んで終わって、はい、ちょっと長めの、いつもより長めのオフだったんで。それはだってあのまたね、どのチームでどういう環境でやるかもまだ決まってない中、はい、そうです、はい、で急にそうでしょ、あの、はい、決まって、昼食とかもしたし、はい、そこでの付き合いとかもいろいろある中でね、そうですね、なんか決めていただいたということで、はい、岡田さんの練習ね、加入してもしばらく経つと思うんですけども、どうですか、浅田さんから見て。いや、まずね、岡田翔平加入したんだっていうのが、はい、僕のとこに LINE が結構僕の仲間から来たんですよ。そうでしょう、あの岡田翔平が、ね、はい、そうそう、いやこれ本当にで、はいはい、俺まだ1回ぐらいしか会ってないしよく知らないんだけど、なんで知ってんのって言ったら、うん、ただ岡田翔平知らないんですかと、FC 東京時代のユースの時はめちゃくちゃ有名人ですよと、はいはい、絶対本当本当本当にみんななんか言ってきて、いやそれ、はいはい、本当ね、興味ない人には興味ないですねってすごい言われて、今はめちゃくちゃ興味あるよ岡田翔平にはって言い返しましたけど、いやいやいや、このぐらいね、うん、すごい有名人だと。だけどやっぱプレー見たら、だけどやっぱね、ひたむきにね、今ちょっと、はい、若干本人も体重いって言ってましたけども、はいはいはい、けどね、ひたむきにやっぱね、トレーニングしますし、うん、はいはいはい、一生懸命、昨日もね、トレーニングマッチやってましたけども、はい、一生懸命走ってましたよ。その辺がやっぱり岡田さん、まあ、スタイルですかね。はい、まだそうですね、うん、昨日あともう2キロ走りました。本来はそれ走ってよ今まだね、シーズンインまで時間がありますので、はい、やはりそこはプロの経験をねもう長かったわけですから、はい、はい、徐々に自分の逆算してね体を作られていく、はい、あのよく得点に動力として攻守の切り替えもうまいという岡田翔平さんのプレースタイルを評されますけど、ご自分ではどういうプレイヤーだっていうふうに思ってますか？いや、まあ本当泥臭く、はい、あの、まあ、岡崎慎司選手みたいな、はいはいはい、まあ、うまくはないんで泥臭くこうできればなって、はい、あのハードワークしてチームのために、はい、まあ、ゴール前で迫力持っていけたらなっていうのは、うん、
思ってます。なるほど。あの関東2部リーグで今度中津 FC はプレーするんですけども、はい、そのカテゴリーはもちろん経験は初めてですよね。今まで J リーグでやってこられて。そうですね、初めてですけど、まあでも自分で予習、はい、予習は、あ、素晴らしい、はい、どんな、あのどんな予習をされてきたんですか、イメージトレーニング。イメージトレーニング、どんなチームいるのかなと思って色々調べて、はい、どういう、じゃ結構、はい、印象ですか、練習試合とか、うん、印象ですか。印象はね、我々もね戦うの初めてなんで、はい、印象って言われるとちょっと難しいっす、ね、難しいですよね。プーちゃんも抱いてますしね。プーちゃんおとなしくなりましたね。はい、でもプーちゃんのトイプードルの毛並みと岡田翔平さんのそのヘアスタイル、ちょっとなんか同化してきましたよ、いい感じに。あ、そうっすね、でも岡田さん群馬時代も僕あの実況とかで見させていただいてたんですけど、はい、あのすごい愛される選手といいますかね、宇野昌磨選手に顔が似てるっていう風にいじられてたんですか。そうですね、宇野昌磨に似てるって、ね、はい、だからスタジアム DJ さんが最初コールする時のあの電光掲示板にね、はいはいはい、さんが岡田翔平っていう時にトリプルアクセルをゆっくり飛ぶ岡田さんの映像が流れてるのが僕大好きでしたけど、はい、あれは1回転しかしてないです。1回転なんですか。あれ1回転、なんかすごいいい感じでね、スローで作ってくれてるから、はい、あれマジテイク15とか、ええ、そんぐらい飛んだんですけど15回転してる実は。でも、はい、あの全然もううまく回れず結果1回転で終わりました。いやでもあれですよ、よくかっこいい映像出るじゃないですか、その J リーグの試合始まる前って、はいはい、浅田貴教とか言いながらなんか蹴ってる映像とか、うわるなーって映像とか、ありますね、過去一岡田さんのやつが好きですけどね。あ、じゃあ今年、今年のあれですよ、はい、選手写真毎年撮るじゃないですか、はいはいはい、あのプロフィールカードとかあの作りますんで、それは岡田翔平飛んでもらいます。いや1回転してもらいます。でこれは、スローインでいこうと思ってます。スローイン俺ね、なんでスローイン、あ、そうそう、俺ねこう見えても結構密かにスローイン飛ぶんですよ。ロングスローはなの、まさかの、はい、本当ですか。だって岡田選手はだって168センチ65キロで、意外と、ね、ロングスロータイプって結構大きい人でしょ、うんうん、意外と、これまだ見せてないんですけど、はい、いやー見たいわ。知ってる人は知ってるんですけど、へー、あれで割と中央寄りでね、はい、プレーするイメージだから、そうですね、意外と飛ぶんですよ。本当ですか。群馬の時って投げてました、はい、トスの時とか投げてないです。投げてないですよね。隠してたんだけどそんな隠さなくてもいいよね、それ南葛まで、このロングスローの時代がもう一回今来てる。出たな、これこのタイミングまで待って。ロングスローというのは皆さんね、あのスローインって外から手で投げるんですけど、それをものすごい距離まで投げれる選手がね何十人に一人かいるんですけど、まさかの、ちょっとそうですね、はい、今年、まあ、出せたら秘密兵器、まだ隠して、まだ隠してるいやもう上がっちゃってる、これ公開されるじゃん、公開される。振りじゃないですよね、ちょっとこれ、はい、練習場で確かめて来週また教えてください。そうそう、一回ちょっとチェックします。もう、はい、一回チェックする。一回ちょっと次の練習チェックします。この下りさえカットしてもう秘密兵器にしとくっていうのもね、そうですね、そうですね。はい、あそじゃないや岡田さん、はい、あのこれまでも移籍は2度3度経験されてるとかと思うんですけども、はい、今回のこの移籍間にもいろいろ環境も変わると思うんですが、どんなフィーリングですか、はい、周りの人間関係環境踏まえて。いや、そうですね、まあ、入った時にあの、はい、純平くんとか楠上選手ですよね。あ、そうです。年自体一緒だったんですもんね。あ、そうそう、はいはい。純平とあと竹ちゃん、竹ちゃんもいるんで。竹ちゃん、青木竹選手。はい。年自体。年自体一緒だったということで。はい。二人とも結構、まあ、そうですね。お世話してたんで。はい。青木竹氏のことを、竹ちゃんマンとか竹ちゃんとか平気で言うんですよ。はいはい。青木氏。待て。39歳、38歳ね。先輩。鹿島アントラーズ優勝も経験されてる岡田さんは31歳。うん。竹ちゃんって。でもいいですよね、いい接着剤というか、なんか ZC もこう、うん、青木さんとかだったらもうわーっていう感じでしょ、うん、若手選手は。そうですね、タケちゃんちょっと結構なんか来た雰囲気出してたんでちょっとねすげえ雰囲気出してたから先輩のね風格、いや、そらだってリーダーの自覚もあるでしょ、そうですよ、青木選手は。そう
確かにわかる。たけちゃんはすごいあれだもんね、愛されるキャラクターだもんね、すごく本当はね、うん、びっくりするぐらい雰囲気出してた、雰囲気出してたあれどうしたのかなと思ってたんですけど、まあ、これでもいいんじゃないですか。そうやって岡田さんぐらいの世代の方がね、31歳世代がたけちゃんって言ってちょっとそこを近づきつつ、でも凄さは認めてるわけですもんね、もともとね。いやもうすごいっすよ。そうですよね、はい、その年時代はどうだったんですか、たけさんはずっと鹿島にいてね、はい、年に行った時に岡田さんが入った年だったんだっけ。そうっすね、僕が2016年時の夏に秋田に来て、はいはいはい、半年か半年一緒にやりましたけど。 2016?16 ですね。あ、16、失礼しました、もう大変失礼しました、はい、そっか、はあ、はあ、そう、それで半年か半年間ですけど、はい、岡田さんはもうプロ5年目だったってことだもんね。5年目、あ、そうそうそう、はいはいはい、なるほど。あれ、な、何の質問でしたっけ大丈夫ですよ、そんなあのちゃんと答えなきゃいけない番組じゃないんで、はい、あの全然リラックスしていただいて。岡田翔平さんね、やっぱ人柄とね、なんかこうこれまでのことだったりとか、南葛 SC だから南葛 SC を見に行きたいとか、葛飾区の人が入ってきた選手がこういう選手で、はい、あ、どういう風にこれから応援していったらいいんだろう、なんか伝われば全然 OK なんで大丈夫ですよ。ああ、なるほど、ね、実は編集もしませんし大丈夫です。あ、しないんだ。ピーちゃん逃げそう、ピーちゃん逃げそうですよ、大丈夫ですか。大丈夫です、ね、もう大丈夫です。やっぱし岡田翔平選手、あの関東2部でもう見せつけてほしいなっていうのがあるんですけど、いけそうですか。はい、いや、行くしかないですね。ね、はい、やっぱり得点のピーちゃん、ピーちゃんがすごい暴れてもう歩かせてあげた方がいいじゃないですか、ピーちゃん。それ周り、これすごい暴れてますから、一回吠えさせます。そう、吠えさせてから、音は入っても全然大丈夫です。あ、大丈夫ですか。全然問題ない。そうです、そうです、めちゃくちゃ吠えると思いますけどほら、あの頑張れ中津市って意味ですよね。あ、そうそう、投げてあげてないと吠えちゃうんですか。そうですね、あ、ちょっと全然大丈夫です。リスナーの皆さん、ピーちゃんです、ね、お願いです岡田さんはじゃ あ, あのチームリーダーなのか、それともムードメーカーなのか、どういった役割をこうやっていこうと、ポジショニングしていこうと思ってますか今は。いや、役割はもうピーちゃんはあのチームリーダーをやれって言ってます今、はい、あのね、浅田さん、僕チームリーダーじゃないっすよね。浅田さん、ムードメーカーじゃない、だからムードメーカーな感じがしますよね。で、まさにさっき言ったのが、はい、いい接着剤になってるかもしれないですよ。あ、なるほどね、はあ、だって去年、うん、去年、うん、去年、一昨年、うん、この2年、青木拓のことをたけちゃんと呼んだ選手一人もいないんですよ。でそのたけのことをたけちゃんと呼んでる翔平を見て、うん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 、若手が、はい、え、そんないじり方していいのみたいな、はい、あ、でもそうですよね、それはある意味、そうそうそう、あのたけしさんの良さ、良さというか説得力はもう、うん、もちろんもともとあるし、知ってるから、そうそう、その辺の気軽さをね、うん、演出してくれる選手でもあるってことですね、岡田さんが、はい、で若い今年も新しい大卒の選手などもいますけども、うん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 、やっぱそういう選手たちが、まあ、たけしのことを、うん、青木のことを、はい、まあ、翔平さんがたけちゃんって呼んでるから、ちょっとたけちゃんって呼んでみようかなくらいの、はい、そういうのでいいと思うんですよね僕は。なるほどですね。サッカー的には岡田さんどうですか、南葛 SC やりやすいとか楽しそうとか、その辺すごい上手い選手いっぱいいるんで、まあ、それがまず一番最初驚いてきましたね。あ、そうですか。足元上手い選手いっぱいいるなっていうのが、岡田さんが知らなかった J リーグ絡んでない、はい、あの若い選手もってことですよね。はい、そうですね、うん、あの、うん、でもまあすごい面白いサッカーになるのかなっていう、あとその監督が今やろうとしてるサッカーとかもすごい、はい、今までまあ、あんまりやってこなかった練習とかも多かったんで、そうですか、でそういうのでも、はい、自分が、ジェリーが目線から、まあ、新監督のサッカーはどういうことをやってて、はい、どういう戦い方をしていくのかなっていうのもちょっと聞きたいですね。浅田さんが、ね、教えてくれないんですよ。あ、じゃあ、はい、僕も知らないです。で浅ちゃんが言わなかったら僕も言わない。浅ちゃんってやっぱあれでしょ、でもボールポジションを大事にしていくサッカー、ボールは友達というサッカーっていうのは、これは間違いないわけですよね。そうですね、それは間違いない、ね、なるほどなるほど。これ岡田翔平フォワードとしてはですね、はい、やりやすそうですか。いや、やりやすいと思います。すごい、これは嬉しい、はい、アシストも得点もあると思うんですけども、どっちの方が自分は数字を稼げそうですか。いや、僕は、ええ、
ハードワークっすね。いや、これも政治家ですよ、これはもう、はい、もういい答えですよね。ハードワークは約束できますもんね。はい、はいはい、もう勝つためにやります、はい、僕は。その結果、得点もアシストもついてくればいいっていう、ね。あ、そうそうそう。ここで何ゴールって言っちゃうから、プレッシャーになっちゃいますもんね。いや、全然、はい、そうですね。いや、うん、はい。仲良くなった選手とかはいないんですか？仲良くなった選手は、うん、まだそんなに会話もされてないんですか？あ、でも、うん、最近よく、はい、布施と、はい、中野と、はい、一緒に帰って。あ、そうですか。後輩に当たるわけですよね。はい。なんかいろいろ聞かれたりするんですか、やっぱり。どんな会話されてるんですか？なんだろう、はい、基本中野の愚痴っすかね。基本的に中野の愚痴で、はあはあはあはい、まあ、駅まで着いて。口ってどういうこと？その南葛 SC へのですか？いろんな、うん、普段の生活とか、普段の、はい、若者として生きていく中でってことでしょ、はいはい、はいはいはい、愚痴というかそのね、はい、若者話でしょ。若者話を聞いて、はい、なんて答えてるんですか、それでは。年長者として、31歳として。僕はもう、はい、自由に自由に生きなってもっとちょうだいって言って話もっとちょうだいって聞いて聞いてあげること自体がね、やっぱり向こうには助けだったりしますからね、はい、そうあ、そういう役目だったんですか、今までと所属したチームで。先輩として聞いて受け止める役をやってあげる人。そうですね、結構、まあ、後輩とかとつるむのが多かった、ね、あ、まあ、年齢も年齢だから。そうなんですよ、はい、割と兄貴肌なんですか、翔平さん。なんか弟人懐っこいタイプにも見えるんですけどね。いや、そうですね。いや、両方あるな。両方。すいません、両方あります。そうですね。両方ある。両方多いっす。そっか。これでも楽しみですね、浅田さん。この我々のこの放送部としても、はい、この岡田さんみたいな方が加入されて、またちょっとね、なんかこう円滑に行くんじゃないかなっていうね。うん、そうです ね。やっぱキャラ際立ってますんで。ね、今日もちょっとまだ被ってるでしょ、キャラ。いや、まだまだですよ、もう全然じゃないですよね。まだまだです。まあまあ、そうですね。ねえ、はい、今までもいろんなこういうね、番組とかにはご出演されてると思うんで、徐々にこちらにもね、岡田翔平こういう男だよっていうのを出していただいて、ね、お付き合いお願いしたいと思っております。はい、ということで岡田さん、最後に、はい、思い出の曲とかがあればリクエストしていただいてよろしいですか？そうですね、はい、湘南の時にゴールしたらスタジアムに流れてた音楽があるんですけど。はいはいはい。ちょっと結構古いですけど。いやいやいや、いろんな思いがこもってるわけですね、その曲にね。そうですね、僕が中2から中2の時にめっちゃ好きだった、はい、プライドっていうドラマの、あ、キムタク、アイスオッケーの、はい、アイスオッケーの、はいはいはい、あの時のオープニングのクイーンの I was born to love you。 いやー、いいですね、聞いてください、はい、いやー、いいですね、テンション上がりますね。いや、聞いていただきましたけれども、なんかもうシーズン始まって岡田さんが躍動している姿が曲の中で見えるような感じでしたね。そうですね、キムタクみたいに氷の上を舞うように、そうですね、滑って転ばないようにしていただいて、はい、で 客席ね、まあ、人次第入るかどうかって分かんないですけど、もうわーって言われたらもうね、投げキスして、なんて言うんでしたっけ？メイビーズ。ドラマでね、メイビー。メイビーズ。ぜひちょっと見せていただきたい。それ、横田さん、今シーズン、新シーズン始まりますけど、俺のここを見てくれ。中津市のここを見てくれというのを最後にメッセージよろしくお願いいたします。そうですね、まあ、自分はフォワードなんで、やっぱり、はい、勝利するために、ゴールをたくさん奪ったりとか。はい、まあ、ゴール前迫力持っていくプレーだったりっていうのを、はい、まあ、チームとしても、まあ、個人としても両方、まあ、多く見せられるようにするんで、まあ、楽しいサッカーを見せられればなと思って、はい、ぜひ、はい、見てください。わかりました、よろしくお願いします。ありがとうございます。あ、浅田さん、おはようございます。岡田さんに一言応援メッセージお願いします。ハードワークしてください頑張って痩せます。ありがとうございます。絞って新シーズン目指していきましょう、はい、岡田翔平。またこちらにも来てくださいね。はい、はい、心から健闘、を祈りしております。頑張れ南葛 SC。 この番組の提供は、私たちは皆様のブレーンでありたい、店舗の企画設計施工専門家株式会社東野ブレーンズ、ポスター印刷のぶり垂れ幕、大判プリントのことなら何でも任せ、合同会社インクマニア、北海道と南葛をつなぐ架け橋に、
リフォームグッズ販売のことなら合同会社リンクの提供でお送りしました。ということで今日のゲストは新加入岡田翔平選手に来ていただきました。それではご一緒に締めましょう。来週も頑張れ、せーの、ナンバー SC。